アナウンサー。元東日本放送、元名古屋テレビアナウンサー。新潟県新潟市出身。身長160センチメートル。得意なスポーツは水泳。新潟県立新潟高等学校を卒業後、独協大学外国語学部言語文化学科へ入学し、1999年にはミス独協大に輝く。2003年4月に名古屋テレビに、 アナウンサーとして入社する。同期には、清水由美がいる。名古屋テレビでは、目、テレニュースや、夫婦交換バラエティラブチェンなどといった番組を担当して、東海地方では大人気を博す。スポーツ番組、光る。スポーツ研究所では平行潜水に挑戦し、初挑戦ながら、日本女子歴代10位となる63メートルを記録した。その後、 二回目の挑戦では61メートルと自己ベストに届かずに三欠によるブラックアウトを引き起こす結果となった。2006年12月7日には中日ドラゴンズから戦力外通告を受けて東北楽天ゴールデンイーグルスの入団テストを受けていた川岸剛との婚約を発表し同年12月24日に入籍した。2008年には第一志が2011年には 第2子が誕生している。2008年3月に名古屋テレビを退職し、その後は楽天イーグルスの本拠地である宮城県仙台市へ拠点を移し、フリーアナウンサーとして活動した。2015年4月には東日本放送にアナウンサーとして入社。2017年3月に東日本放送を退社。再びフリーアナウンサーとなった。ありがとうございます。